久保さん、バニラカップにしましょうか。なんかね、あの、バニラカップの動画が出てきました。あの、再生終わったら。朝からバニラカップ、ファンキーですね。はい、まあ、あの、この前ね、あの、吉谷さんのアドリブがいいです、みたいなね。他にはない、なんか、アドリブ的なところがいいです、みたいなあったんですけど、 まあ久保さんもね他の発信者と違って他の発信者が発信しないようなこのアイスクリームをたくってねなんかあのぼやくみたいでいろいろやってきたと思うんですけど多分ねそういうところがキャラクターというか人間味というかなんかリアリティを増す作られてるものではなくそれをそのまま表現するっていうね、うんまあ、つくあの作ることも大事なんですよ。 うん、映,画とも映画とかも台本を作って役者さんがそれになりきって作,作り込んでますよねだそういうのも作品として全然大事だしテレビ番組とかもそうだしただ一方では作られてないものがあの面白かったりするんですよ、うん、僕が前ねすごいなと思うの,ああの鶴瓶さんがやってた深夜番組でやったね鶴瓶さんがやってた鶴瓶、えー 台本なしのやつ台本なし深夜これ昔にやってたんですけど何だっけ筋なしあ鶴瓶の筋なしにしましょうか鶴瓶の筋なしこれ昔あったんですよでこれ台本全くなくて即興でこうなんかやってくっていうねそう NG なし打ち合わせなせ台本なし即興でドラマを演じるってやつがあって結構面白かったですね ツルベの筋なしだから結局その台本を作って筋をこう通してこう作り込むっていうのももちろん面白い作品もあるけども逆にそのどう展開するのか <laughs> その役者のねそのそのアドリブがねその全部を決めてしまうっていうね <laughs> これ面白かったですねうんまあいろんなあのコンテンツの作り方があります台本を作るバージョンもあれば台本を作らなくてもいいバージョンもある どちらにしてもそこには面白みがあったりとか人間味があったりとかあもはやその昔ね NG 集みたいなね、えー、なんかそのドラマのね今はやってないか分かんないですけどトレンディードラマとかの NG 集とかねでみんなで NG 集を見て笑うっていうねもう NG がコンテンツ化になるっていうね、うん、だから僕はそれを昔その何ですかプロモーションで NG 集っていうのを作りましたね うん、で、あとね、これすごいなと思ったのが、ピクサー、ピクサーか。ピクサーのトイストーリーか。トイストーリーピクサーかな。トイストーリーって作ってるじゃないですか。アニメーションを。作り込んでますよね。で、架空じゃないですか。キャラクター。アニメのキャラクターじゃないですか。こうトイストーリーすげえなと思ったのが、あの、NG 集をわざと作るっていうね。最後。エンドロールで英語終わるときに、あの、 NG 集を <laughs> 作ってんすよ <laughs>。いや、これはね、一本やられましたよね。もはや NG 集すら作っていくっていう <laughs>、うん。だからここはやっぱその、なんすかね、やっぱネイティブアメリカの、なんすか、自由な発想というか、普通 NG 集なんかないわけじゃないですか。人間がやってるわけじゃないんだから。うん。そう、それをわざと、その、 トイストーリーに出てくるキャラクターがミスったみたいなね <laughs> ミスったやつを作ってるっていうねそうあれすごいなと思いましたねい、うん、ってらっしゃい